こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。どうも、こまいてるサンゴです。今日からマイクラの実況をやらせていただきます。よろしくお願いします。という感じでね、ご挨拶も済ませたところで、あとは若い二人に任せましょうなんて、結婚相談所は言うでしょうね。行ったことありませんけど。これによって、多分自分の立ち位置が分かるんじゃないかな。うん、どこに向かおう。世界はこんな感じです。僕はあの大陸に向かいたいです。どうしようかな。さあ、泳ごうじゃないか。遥か昔、有名な三人のおじさんは、長い長い旅をしていたということでね。強いおじさんは海を渡ったので、渡ったんだっけあれ。渡っていきましょう。私もね。海を渡って、キングサーモンになりましょう。あそこに行こうよ。あそこに何かある。あそこに小さな小屋がありますよ。あれは何ですか？すごい効率が悪い。ボート作ればよかった。なんて言うてますけども。イルカちゃん、こんにちは。なんだね、君は。なんだね、君は。来ないでくださるかな。あ、もうやだって言ったら、なんかついてきてますよ、この人。よし、やろうってのか、俺と。一戦交えようってのか。ほら。じゃあ。あれ村だったね、やっぱり。わーい。村に明かりが灯ってる。もう明かりの灯る大きなお家、できちゃってんじゃん。かわいそうに。私が来た。こんにちは。いて。なんだね、君は。私とやろうってのか。助けが必要な家はここですね。これ何ゾンビって言うんだろう。なんか変わったゾンビさんですね。寝てるのを機に拝借していくぞ。と思ったけど、種ぐらいしかいるもんがない。この村の住人は、武力を欲しているだろうから、私が、すべてを、救おうじゃないか。キック。何がしかから、狙われてる。なんだお前、スッとエイム。俺とやろうってのかベイベー。ポン。落ちな。あと、危ねえ。と思ったけど、これは一旦退散して、この腐肉を漁る、まるで東京グールですね。北沢さん、どう思いますか？ここに、矢がありますけど、これ回収ができない。要は余計な奴に。くそ。危ない。剣が壊れちまう。もう、私も寝るべ。あ。ん？何がしかの音がする。あのゾンビ。しょうがない。ただし言った。飯を食べつつ、臨戦態勢を整える。さあ、私に必要なのは剣。剣をください。神様。ウィーン、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 ということで、おやすみなさーい。誰だ？さて、リスポーン位置はここになりましたが、お、ハロー、ハロー、あなたがゴーレムさんですね。私もこの村に入れていただいてもいいですか？私も住むところがなくて。マーキの村の皆さんにご挨拶に回りましょう。そしてご挨拶のついでに、必要なものはすべてね、分取っていきましょう。こんにちは。ゾンビーの音がする。ゾンビー、ゾンビー、ゾンビーどこ？
ゾンビじゃなかった。てか、ここ僕の部屋なんですけど、入らないでください。僕が契約したんですけど、賃貸契約したの僕なんですよね。あ、ゾンニクだ。お、ここをちょっと探索すると、日干しになった敵の肉がいっぱい落ちてるかもしれません。そんなことはありませんでしたね。しばらくは用心棒だから大丈夫です。お、そろそろ村に戻らないと。ゴーレムさんに怒られちゃう。さっそうと登場するのは、見習い用心棒のコマイテルサンゴ。痛い。彼の運命やいかに。あ、いる、スケさん。にゃ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 あ、用心棒の仕事も楽じゃありませんね。久々に長い方の名前聞いた。いや、でもヘッダーを見ていただくと、おい、俺の場所だ、そこは。ドキニャッハラちゃん。ということで、おはようございます、皆さん。これで、村は助かったんじゃないですか。彼の犠牲により。ということで、村を整えていきましょう、今日は。資材が必要。うわ、え、なに、復活、おはようございます。え、なんでアイアンゴーレムに。あ、そっか、敵対したんだ。すいません、ゴーレム先生。いや、すいませんね。ちょっと手癖が悪いもんでして、ゴーレムさんに謝らないと。まあ、謝るのは村人にだけどね。ゴーレムさん、すいませんよ。あ、大丈夫だ。敵対は解けている。あと一回殴れるな。ここにはですね、守る家が多すぎる気がします。建て壊しましょう。なんだね、君は。私の意向に何か文句でもあるのか？確かにここは君が住んでいる家かもしれないが。打てる結構だ。ここは雨宿り場にします。大丈夫、私は決して家を壊してそのままにはしない。君たちに安息の地を与えるということを約束しよう。君たちは安息の地を得、私は仕事を得る。いい取引ではないか。うん、柱が一本立ったのでこれで大丈夫でしょうね。これが皆様の雨宿り場です。なかなかひどい用心棒ということで。何をおっしゃいますか。こんなに良心的な用心棒はいませんよ。私はこの村を守ると決めていますから。あなた方はもう一人もゾンビやスケルトンやクリーパーに苦しむことはありません。そうです、皆様。このコマイテルサンゴにお任せを。うわー、なんて声が聞こえてきましたよ。心の中には確かにね。わーい。わーい、わーい。こんにちは。なんだ？敵か？敵か？お、敵だと思ったら宝物でした。いただいていきましょう。あなたはトラさんですか？あなたはトラさんですか？なんだこれは。行ってみよう。これは何？金床だ。お、雨が降ってきた。私は、なんという雨男なんでしょう。仕方ありませんね。何の音だ？敵襲か？
貴様、私の村に手を出すんじゃない。ぐぐ、はあ、という夢を見たんです。先生、あそこにいますよ。いいんすか、村の近くの湖にいますけど。いいんすか先生、素通りですかねえ先生。俺やっちゃいますよ、俺やっちゃいますよ、やっちゃえ日産、行くぞー。どこ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 、海だから武器落ちたね。そうですね。あ、ゲイボルグの槍だ、いいな。お前か、また何もせず村で一夜を過ごしてしまうな。もう夜かな。あ、王様だ、王様、王様、どいて、どいて。あ、左クリックでいけんね。うん、ここ僕のお家なんですよ。モンスターが近くにいるため。なるほど、ベッドとしては最悪、ベッドとしては最悪。なんだあいつ、私の村人たちは私の手で守る。海に落ちな。あ、やっちゃってくださいよ先輩。あいつ、あいつやってまして、あいつ。ぴょーん。何かがいる。君か。じゃし。なんだ君は。ちょっとアンパンマンみたいに浮き上がってきたぞ。もう夜だね。どいて。どいて。モンスターが近くにいる。新手のスタンド使いか。じゃあここはどうだろう。うん、おやすみ。